始まりました。マリオカート8キノコカップマリオカートスタジアム、マリオカート開会の儀を終え、夜空に輝く花火が今コースを照らし出します。今回マリオカートに参加されるピーチ選手、インタビューではバイクで走るのは簡単、株を掘る方が大変だと申しておりました。という解説実況はここまでにして、一番後ろにいるな。さあ、というわけでもうタイヤを吹かしてやっていきましょうか。いけ、スタートダッシュみんな早くない？ちょっと待って、これバイクとか横からぶつかられたらこれ骨折必至でしょ。危ない、よいしょ。あ、しまったしまった、相手も取る、もうワリオはこれ見よがしにキノコを持ってた。危ないよ、相手ももう次こそ取っておきましょう。いけ、このね、やっぱレース順位が低いほどキノコ1個というの。さあ、相手も取りますよ。何が出てくるのか、これ勝負の境目でしょう。またキノコ1個、ここで使いましょう。やっぱ直線上でキノコを使うもんでしょう。さあ8位、差を埋めるのは厳しいぞ、1位との。さあ何が出てくる、来た来た来た、3連キノコ、3連キノコ来ました。バナナがあるよ、危ないよ。スター持ってる、スター持ってる、スター持ってるやつが近くにいる、危ない。あいつまたキノコ1個、もうキノコに好かれた男か、ほんとキノコの赤と白のコントラストしか見てないんですけど今のところ。危ない、さあここら辺でいいもんが出てくるでしょう。何こいつ、何こいつ、フラワーだったら知って危ない。え、これ使ってみよう、ブーメラン、ブーメランあ、なるほど、前にいるやつに、あ、あのヨッシーに当ててみましょうか、このブーメランを。当てるね、当てるねV の字にひん曲がったフラワーを1個挟んで、またキノコ、いた空中で甲羅とか当てれんの、すごい、マリオカートで。ここでジャンプ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 、これ最終レースじゃない、もうフィニッシュかよ。あ、6位だった、6位だった。キノコカップウォーターパークやっていきましょうか。順位によってこの配置も変わってきたと思うんですが、あ、結構前の方に移動されてる。でタイヤを吹かしてやっていきましょうか。いけ、さあもう目の前にすぐアイテムを取るところがありますから、ここでもう一気に差をつけておきましょう。ここら辺で来たいつものキノコ使っていきましょう。水の中大丈夫酸素ボンベ危ねタイヤがくるくる回ってる。あ、なるほど、水を抜けた。この斜面、あっ2個取ってったんだけど、欲張りで、また再び水の中、これいいですね、なかなか、なんか爽快感。今暑いですからね最近。あっ、あ、プロペラが回ってる、これ後ろすげえ、これそれは回りますよね。さあ何が出る、またキノコだ。これ空中でも使えるんでしょうか。空中の扱いに慣れてね。さあやっていきましょう、加速していきますよ、どんどんと。で次は何が出てくる、またキノコ、もうキノコとフラワー系しか見てないもういっそバナナが出てくれ。さあ今のところ3位ですか、なかなかいいですよ。おお、ちょっとちょっとちょっと、ああ前の人が取ってっちゃう。さあまたキノコ、もう本当にキノコしか出ない、マジでキノコしか出ない件について。やばいやばい、来た、何これ何これ何これ、強い強い、え、エイトとかこれ強くない、え、これ順番に使い、爆弾完全にさっきの自爆でしょ。いいぜこれ、マリオカート8、あれ一番の当たりなんじゃないですか、いいもの見れた。でこれボム兵かな、ボム兵はどうやって使うの、これ水の中とか使えんの、なるほどなるほど、誰も被害者はいなかったようですが、今のところ2位1位、もう1位との差はあんまりありませんから。ドンキーコンが早いな、あいついつも。あ、甲羅が出た、これ必ず当てれるってやつですよね、下手しなかったら。いったいったいった、どんどん抜かれる、えっ、2回のアクシデントでこんな抜かされます。フィニッシュ、フィニッシュますか、まさかフィニッシュ、フィニッシュっすか、流せちまって女の子。キノコカップスイーツキャニオン、
さあサードレースやっていきましょうか。ブー。さあまずはアイテムですよね、もちろん。この橋のを取っていきましょう。いや、真ん中か。その前方にクッパさんがいます。来たー。もう馴染みの顔しか出ないんだけど。でこのブーメランは目の前の相手にこのブーメランをもうとりあえず投げろみたいな。あ、気の毒に。ちょっと待って待って、暫定3位取っていきやがった。あいつ何もう痛い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 。もう バイクとか車に当てられちゃうもうひとたまりもないから。よっしゃよっしゃ、いいぜいいぜ。危ない危ない、ガードレールすれすれ。よし、さあ何が出てくんのか。初見さんいらっしゃい。もうお前しかも、俺の相棒はお前だけ。オッケー。危ない、接近中。んトゲぞ。危ないよ。絶対あれ大怪我した、絶対あれ。よし、危ない危ない。あ、バナナ来た、バナナ来たけど、バナナ来たけどね。後ろに投げておこう。さあ1位がドンキーコングかクッパか。あ、ドンキーが今のところ1位です。あの人抜きさえすれば。もう1位とかになるとさ、トゲゾウが怖いから。トゲゾウは知ってんですよ。コインとか何に使うの。おお、危ないよこれ、危ないよ。よしよしこれ5位か、これまさか5位か4位か。ああ、ファイナルレースね。うわ、トゲゾウが走ってる。やべえ、怖い怖い怖い。風評被害、マジかよ。ああいうこともありますからね、トゲゾウさん。1位の近くいると怖いんだ。緑コーラ、後ろに投げることもできますから、後ろに投げておきましょう。赤コーラ、さあファイナルレースどうなることやら。ちょ、もうゴール間近じゃない、やばくない、やばくない、これ大丈夫。で赤コーラ潰しておきましょう。前方前方、5位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 ですよ。5位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 、いやこれ5位か、5位か、4位か、4位か、いけー、よし、フィニッシュ。はあ、まあ、なかなかでしょう。4位だったらなかなかでしょう。で暫定6位と。キノコカップドッスン遺跡、見るからに危ないっすね。下手したら死者が出るんじゃないか。そういうことは考えてはいけない。さあいつも通りバイクを吹かしてやっていきましょうか。ファイナルレースドッスン遺跡、まずアイテムを取るが、緑のコーラ来た、当てれるんじゃない、いけ、にゃー。さあ一体どういうコースになっているのか。あ、これ壁を、壁、いた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 、壁すごい、壁すごい、これつまり体が傾く、この感覚懐かしい。でマリオさんがいました。ボムヘ、これ後ろに投げた方がいいんじゃない、よし、誰かに当たったような気がした。さあドンキーさんを飛ばして3位につきました。1位誰だ、あれキノピオ、キノピオさん、キノピオ見えない、ちょっと見えない見えない。あー、ドンキーさんが毛深い。ドンキーさん毛深い、なにこれ、近道、お、すげえ、痛い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 。1位誰ですか、あれちっちゃいような気がする、人影が。あ、キノピオさん、やっぱりこれ2位とかさ、いいところ、危ない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 、お、すごい、よし、ジグムさんがなんとかしてくれました。差は広がってないよ、なかなか。いたキノピオさんが抜かされてますね。やっぱりドンキーか、いや、クッパか、あれクッパか。あ、トゲトゲが見え、トゲトゲが見えた。あ、キノコが落ちてる、やったぜ。で、3連キノコ、これは抜かせるチャンスだ。クッパさんとキノピオさんが争ってますね。危ない危ない危ない、真ん中通れそう、いける、いける、危ないよ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 。もう本日最大の見せ場かよ、さっきの。ほんと危な、あのキノピオさんさえ抜かせればこっちのもん。ああ、もう角攻め、危ない危ない、踏まれるよ。でコーラさんが出てきましたから、いや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 、もうこれもう失態失態、もうとんでもないミスを犯しました。これもダメだ、これもダメだ、これもダメだよ、もうこれ危ないよ危ないよ。せめてせめて6位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 キープ、6位キープ、フィニッシュ。
見せ場がドッスンさんをかろうじてさスレスレで避けるというところしかなかったんだけど、6位ピーチで6位ピーチ、うわー地味。ハイライトを見ましょう。あ、ピーチさん走ってる、かっこいい。おお、いいじゃん、いいところ切りいいところ切り取りされてますね、かっこいいですよ、いいよ。あー俺の見せ場が、輝かしいよ、マリオカート楽しかったです。